白米千枚田、白米千枚田のステレオ空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成白米千枚田は、石川県輪島市白米町にある棚田である。数が多いので千枚田と呼ばれるが、現地案内版には、枚数千4枚と記載されている。また、狭いたからの点という説もある。 最も小さい田の面積は0.2平方メートル程度。2001年、白米の千枚田の指定名称で国の名称に指定された。能登半島北岸を走る国道249号と日本海とのわずかな崖地に作られている。土地自体は超えており、肥料は通常より少なくて隅半あたりの収穫量は2.6国程度。 1638年頃に作られた谷山用水が利用されている。かつては他の下の土地で生演が行われていたが、海岸の侵食で塩田が水没したため、現在は行われていない。田植え稲刈り時には広くボランティアを募って作業を行っている。また、日本海に向かってだれ落ちるような美しい景観は、能登の観光スポットともなっている。 2006年5月、小泉純一郎首相が、白米千枚伝を訪れて、絶景だよ、絶景と褒めたたえた。これにちなんで、同年秋に収穫されたコシヒカリは、絶景千枚伝の名で商品化された。2013年7月には、息子で、衆議院議員の小泉慎次郎が訪れ、まさしく絶景と、節二代にわたって褒めたたえた。 2011年6月11日、国連食糧農業機関が認定した、世界農業遺産のシンボル的な存在。2015年の NHK 連続テレビ小説、マレでは、第105から155話まで、オープニング映像で使用されたに似せたダンス。出演者、土屋太鳳、山崎賢人、門脇麦、早間進の、時は高子、大泉洋、田中民。 田中裕子。現在は、他の所有者を中心に組織された、白米千枚伝愛公会による、工作、保存活動が行われている。また、千枚伝、オーナートラスト制度があり、オーナーになると、年間2万円で、毎田んぼを1枚持つことができる。特別名誉会員として、小泉純一郎、小泉慎次郎、安倍昭恵、今井明、長井悟、千葉哲也、 斉藤、高尾、北京飯店、水木一郎が名を連ねている。オーナーとなる条件は、以下の通り。年会費は2万円。米田んぼの追加は1枚につき3000円である。特典は、収穫米1 0ラム地元山菜米田んぼに、オーナー表札混流である。イルミネーションを施された黄昏時の白米千枚伝白米千枚伝を、イルミネーションで彩るイベント。 主催は、和島市交流政策部官効果で、冬場の観光客誘致を目的に、2011年より、毎年、秋から冬にかけて開催されている。ボランティアの人たちにより、田んぼのあぜに設置された、太陽光発電付き LED ライト2万5000個が、日没から4時間、15分間隔で色を変えながら、棚田を彩る仕組み。また、その様子は、 ゲーミングんぼとも称されている。2012年には、太陽光発電 LED の最大ディスプレイとして、ギネス世界記録に認定された。白米の千枚伝文化彫刻指定文化財等データベース、ハット AB 白米千枚伝ジャラオーナー制度、白米千枚伝 ABCDEF、農艦連携のモデル事例集、観光庁、64ページ。 2021年2月23日閲覧。ABC、白米千枚伝を彩るイルミネーション、あぜのきらめき2020、和島千枚伝のトルネ100人女子会員7を、2021年2月23日、閲覧。ゲーミング田んぼあの有名な石川県和島市の白米千枚伝で、白米千枚たあぜのきらめきが開催。 ファングラルゲームズ2021年9月10日閲覧2020年10月17日2021年3月14日アゼのきらめき観光バンク2021年2月23日閲覧ありがとうございます